ウクライナ戦争のです、ね、教訓ということについて、えーまあ、今日は整理をしてみたいと思いますで、えー、いろんなレベルの教訓があるんですけれども、えー、総合的な国家戦略という視点でいうとですねもちろん軍事的な作戦戦術上の教訓はあるわけですけれどもそれ以上に、まあ、今回の ロシア対ウクライナというよりもロシア対 NATO といった方がいいと思うんですけれどもこれの対決の図式の中ででさまざまな教訓が出てきているわけですで一つはですねこの国際政治構造という点でいうと冷戦崩壊後一時言われたアメリカの一極派遣というものはもう通用しないということがもう明確になったと。 でロシアの勝利と、あるいは優勢ということで戦争が終結すればです、ね、これは新たな多極化の時代に入ることはもう間違いありません、で現在もロシア側についているのはです、ね、中国とかインド、そして中東の大半の国、まあ、グローバルサウスともブリックスプラスとも言われていますけれども、 こういう国々がついているわけで70か国ぐらいはいるわけですねでこのブリックスプラスがですね現在すでに人口においてはもう4割を超えてますしまた GDP においてもですね現状ではすでに欧米の先進国グループ G7 のほう似ているというふうに言われているわけです。 さらに今回、軍事的にです、ね、このロシア側の方が勝利するということになるとこの側に立っていたこのブリックスプラス全体がです、ね、今後、軍事的にも台頭していくであろうというふうに予想されるわけです。で特に今回、主体となった地上戦についてはです、ね、これは人口が多い方が有利ですしまた、若い人口の多い方が有利だということが言えるわけですが。 その点ではですね、人口の少子高齢化減少そして大量の移民の流入に悩まされている欧米また日本もまあそういう傾向にあるわけですけれどもこういう G7 のグループがです、ね、勝利を得るというか今後優先になることはまず期待できない。つまり ここのことはですね、軍事だけではなくて経済の面における労働力とかそういうこともありますしまた若い人がどんどん教育レベルが上がっていくということになればですね、今後は技術とか情報とかこういう分野においてもですね、ブリックスプラスのグループの力が増していくということが考えられるわけです。 で元々このブリックスプラスと言ってるのはですね、えー、旧文明というかここ、えー、500年来、えー、西洋のお文明、えー、の特に軍事力によって、まあ、支配をされてきたあ、まあ、勢力が死ぬわけで、まあ、そういう勢力にとってはでもともと中世までは近代に至るまではですね、圧倒的に優勢だったわけで。 そういうい中国やインドあるいはイスラム世界あるいは中南米とかこういった国々もですねまあもともと文明水準は高かったわけですから人口もあり経済力もあったわけですからこれが世界的な一つの流れとしてですね再考されても何だ不思議はないわけです。 でこの21世紀の前半期においてです、ね、こういう西洋近代化の優位性からです、ね、旧文明の復活へという新しい流れがまあ起こっているということが言えるわけですでこういう流れの中で,です、ね、今回行われたまあ経済制裁についてもですね予期にしたような効果は上がらなかったとで実はあ中ロのお貿易量というのは 億ドルを超えていてですね予想以上に伸びているとまたその決済通貨としてはもうドルが使われなくなっているということも言われていますまたインドとロシアとの間の原油の貿易についてもですねインド側の輸入量は10倍以上に増えているということでロシアのに対する西側の エネルギー輸出を止めようという経済制裁はかえって逆効果になってしまうともちろん国際価格より安い値段でインドに輸出していると言われていてロシア側にはあまり経済メリットはないようですけれども量が飛躍的に増えているということで結果としてはですねロシアの石油産業というのはあるいは天然ガスの輸出というのは落ち込んではいない、えー、さらに、えー 中東諸国もですね、えー、従来の特にサウジアラビアそうですけれども、えー、原油の売買はですねドル建て,てで行うという、まあ、そういう建て前が崩れてですね、えー、ドル以外の通貨でも例えば元とかそういったあウォンあ失礼元とかですねそういう,う 通貨でもも行ううという方向にも今なってきてきるわけですねで、えー、こういったことを見るとです、ね、エネルギー分野あるいは金融の分野でもです、ね、ドルの基軸体制あるいはあそれと連動した原油、ね、市場におけるドル決済エネルギーの基軸体制 支配というものがですね崩れてきているということは明らかなわけです。で、このような文明の高望とかあるいは経済エネルギーの分野における動支配の崩壊といった事象はですね、ウクライナ戦争後にさらに明らかになっていくだろうというふうに思われます。で、今まで日本はですね。 特に戦後、このドル一極支配あるいはドル基軸通貨体制の中で、えーまあ、その繁栄虫あるいはあ国力を築いてきたわけですけれどもこの路線がですねもう通用しない時代になってきているということをです、ねまあ、あ自覚する必要があると。 でそれに対して備えなければならないということですねしかし残念なことに今回のウクライナ戦争では日本はウクライナ側に立ったということでですね、まあ、言ってみれば敗北したグループの方に入ってしまったわけでそうなるとですね例えば中東原油についてもますます中国あるいはロシアの支配が強くなってですね日本への割り当てというのが 後回しにされるそういうことも考えられますしあるいは食料についても、えー、かなりの部分がウクライナのですねこれはあ世界的な食料生産基地の一つでもあるんですけれどもその2割がですね、えー、ロシアの支配下ら入っていくということでしかも国会を通じた輸出というのが これは今後オデッサがどうなるかにもよるんですけれどもロシアの影響力が強くななれば制約を受けるとということでもなりますそういう点でもですね日本の場合はアメリカやカナダオーストラリア等からの輸入もあるわけですけれどもしかし主要な世界的な食料の価格高騰とかあるいは人口増加に伴う 食糧難というようなことに対してですね日本としての,そのもともと食糧自給率極めて低いんですけれどもこれをですね、えー、さらにまあ,あ自給率を上げる努力あるいは高騰、えー、に備える備蓄とかですね、えー、輸入先の分散化とこういったことも必要になってくるというふうに思われるわけです。ささらにても、えー、問題としてですねもう一つはその 石油の輸入ルートの防衛あの防護ということもあってですねアメリカは特にトランプ大統領が再選されればですねオイルシェルとかオイルガスの採掘が再開され石油や天然ガスの輸出国になるわけですけれどもそうなると中東でですね えー、石油のために血を流すということはもう必要がなくなるで、えー、そうなるとペルシャ湾岸からインド洋マラッカ海峡からあ南シナ海東シナ海を経てですね日本や台湾韓国に送られてきた原油の警護というものはですね、えー、横須賀を母港にする第7艦隊の、まあ、任務であったわけですけれども。 これのですね役割というのが大幅にまあ低下していくであろうと、そうなるとですねインド太平洋におけるこのオイルレーンの防衛というものが地域国家でまあ分担しないといけないという体制に今切り替わっていくということになります。その中でやはり日本はですね自国のエネルギーの自給ということももちろんありますし、また地域の安定 あるいは経済的な繁栄のためにです、ね、この第7艦隊が担ってきた役割を代わると代替するということも必要になってくるであろうというふうに思われるわけです。でこれは単に海軍海上自衛隊だけの問題ではなくてですね地域全体の現在を思うミサイル時代ですからそういう意味ではですね例えばフィリピンとか東南アジア諸国の 能力構築支援とかあるいは武器輸出またインドやその他の関係国との沿岸国との共同訓練とかこういうこともです、ね、視野に入れたより積極的な防衛協力というものを、まあ、日本もやっていかなければならないということになるわけです今日はこれで終わります。 Yeah. <music> you